新庄剛志、もう言い訳できない。上沢直之残留。加藤貴之残留。山崎福成獲得。最速156キロの18歳孫以来獲得。メジャー通算35登板マーフィー獲得。最速162キロ右腕ザバラ獲得。総攻守揃った外野手スティーブンソン獲得。メジャー108発の大砲レイエス獲得。さらに外人投手1人獲得予定。すごいな、ハムってやっぱり経営力はあるよ。キム・ミツル球団になって困惑してる。まあ主力の年俸が安すぎるからなんですけどね。ロッテ、西武、楽天はトラブル多すぎたし、A クラス入りは義務やろな。これ外人枠どうすんの。どうせ最低2人は投げずに退団するからセーフ。就任時に本当に勝ちたいなら4番とエースの分だけでも高額外国人連れてくるのが近道ってちゃんと言ってたし、それを形だけでも一応実現したからまだええと思うわ。戦力外かき集めて補強はしてる、ぶってるよりはだいぶマシ。こうなると監督が最大の不安要素やな。